どん。はい、どうも。フリーアジェンダです。どうも。今回もじゃあ5分間チャレンジっていう形でいただいた質問に、きっかり5分でお答えしたいと思います。なお、そんなに話す準備はしてませんが、ません。5分きっかりでやります。これなんかめちゃくちゃ忙しい感じになるよね。本当にね、天才だと思うわ、こういうのやって。時間が区切られてるってすごい大事なことだけど、まあ僕らにはあんまりこのフォーマットでは向いてないんだろうな。そうですね、ラストチャレンジになると思います。 そうだね。まあ、試してみるのが大事ってことで。はい。今回の質問は、周上村様からいただきました。これすごいいい質問だと思います。初期のキャッチアップを効果的かつ効率的に行う上で気をつけていること、初期に仮説に基づいたセレクティブなインプットに切り替えるタイミングやポイントはありますか？はい。じゃあ、スタート。スタートでお、す。出た。じゃあ僕がこれ気をつけることは、まあ、2個ぐらいあって、基本的に人のその1回にインプットできるボリュームに対して、なんかこちらの受け手のボリュームに対して、こう情報を発信してくれるものの、例えばドキュメントとか公語とかのこっちのボリュームが基本的に合わないことが多いと思うんですよね。例えばドキュメントって時間かかるけど入ってくる情報ってそんな多くないって思ってるんですよ。だけど口頭って単位時間あたりで見たらブワーって喋るんでいっぱい入ってくると思うんですよ。で、受ける側は多分口頭に結構チューニングされてできてるんで、本当は口頭でもらうのが一番僕は情報量的にはこうたくさんのボリュームを摂取できると思っています。なんだけどこれって相手のリソースを食うんで、自分でコントロールできるって意味だとドキュメントを読んで学ぶみたいなのがあって、この2本をうまく並列でさせるっていうのが一番効率がいいかなと思ってなます。るほどね。確かに。そう、だからやっぱ相手の時間もらうっていうのは、まあ、すごい重要なんだけど、まあ、それを最大化するためにちゃんと準備をしていくっていうので、まあ、なんかその2つを使い分けるとか、あと並列させるっていうのがインプットの意味では効率がいいんじゃないかなって思いました。これ1個目かなるほど。な。セレクティブなタイミングっていうのはなんか自分の知識量が上がっていかないと仮説って生まれないんで、仮説って結局なんかそのインプットに比例しません？ね、だから情報量がどこまで溜まったかに結構切り替わるタイミングは依存するかなって感じがしますね。どうぞ。これ緊張っていうか難しいね。あ、でも僕じゃあそのどうやってその知らないこととかに関してキャッチアップするかっていう、まあ手法論みたいな話を結構しようかなと思うんだけど、まあ確かにそのドキュメントと口頭のバランスを取るのは大事で、でまずはその一旦バーっても広げて、例えばドキュメントだったらもういろんな記事をググって読むときはまあググって読みます。で、一番最初はあんま制限をつけずにバーって読んで、ザーって斜め読みをします。で、例えばじゃあ10記事とか10個の文献を読むときに、共通で出てくる何度も繰り返されてる言葉みたいなやつを自分の中で、まあ、3つか4つくらい、ざーっと自分の中でリストアップして、これが多分この業界とかこの話題に関しては大事なトピックなんだっていうふうなキーワードを自分の中でいくつか選定します。で、その3つか4つのインプットを並べたクエリとかで、まず発行してみて、その全ての情報が載っているものっていう文献が世の中にないかっていうのをまずすごい探ります。で、自分の考え方、仮説が合っていれば、それでドンピシャな文献っていうのが出てきて、それは、分野におけるマスターピース的な文章を見つけることに結構つながる気がするんだよね。で、結構そういうマスターピースとなるような網羅性の高い文献っていうのに、いち早く、まあ、リソースでもいいんだけど、当たるかっていうのがすごく大事か確なかに。と思ってて、なんで一番最初その10個の斜め読みするっていうのは、それを本気で読むっていうよりは、その重要なキーワード、自分がそこに全く知らないから、一体何が重要なのかってキーワードをピックアップするための術として用いて、その3つ4つのキーワードみたいに入れて、全てを網羅するドンピシャな文献とか、それについてすごく発信している人間っていうのを見つけて、そこを深掘っていくってやり方が、まあ、Google を使うみたいな感じの今観点の話だけど、では一番グッと短期間で70%、80%までの精度をインプットするっていう意味では、一番筋がいいんじゃないかなっていう気はしてますね。確かに。で、そのリソース1個を見つけてググって深掘ると、多分その人の言ってる主張っていうのがほぼ自分の仮説にイコールになってしまうので、まあそれが悪いとは思わないんだけど、まあそれだけだとあんまり独自性がないし、まあ多分ヤモティからすると、その他の人も知ってる真実ってことで、まあ価値がないってことになると思うんで、まあ僕はそういう人をまあやっぱ3、4人とか3、4個また見つけてきて、そこの中での、あ、なんだろう、そ、まあ、
相似点、もしくは、相違点を取ってきて自分の中で仮説を組み上げるっていう感じにするかなとは思いますね。あとはまあその僕はそんな得意じゃないけど、多分ヤモティとかがやってる、まあ、僕もやりたいなと思ってるのは、結局その仮説を世の中で発信してどういうレスが返ってくるかとかもある程度見た方がいいのかもしれないなって気はするよね。でまあその一番の形がプロダクトだと思うんだけど、まあ、仮説をプロダクトに込めて実証するって、まあ、実感もかかるしダイレクトじゃないやり方だと思うんで、まあ、一旦その自分の中で言語化して記事にするとか人に当ててみるとかっていうことをやって磨いていくっていうのが、まあ、実際は結構必要なんだとは思えて確かに仮説を考えるのはフィードバックですもんね。うん、そうですね。まあ僕は、どうぞ。あ、余談ですけど、なんか僕うちの会社だとその一社一社新しい会社とこう商談をしていく機会が多いんですよ。確かに。でその度にキーマンは誰だっていうのが一番の論点なんですよね。だからキーマン見つけるときにヒカルさんみたいなやり方すごいします。あ、その会社の遠隔調べて役員調べてその役員の生い立ち調べて5分ですはい、そんな感じですかね、はい、そんな感じかないやでもさ5分喋るってさ、なんかすごいことのように思うけど、本当あっという間だよね。一瞬だね。だからうちらの普段の雑談がなんかいかにこうダラダラと時間をちゃんと使っているかすごいよな。相当消費してますねこれ時間を。うん、だからうちらなんかガールズトーク力実は高いというか、ちょうどヤモティの子供も起きてきた感じで、はい、よく眠そうはい、ね、じゃあ今回そんな感じかな。はい、はい、バイバイ、バイバイ。